久保さん、何もせずに億万長者なんてなれないですよね。まあ単純にやるべきことをやらない限り、あのー、まあ、何も成就しないというか。うーん、多分ね、みんななんかね、何なんですかね、多分、わーってなってるんでしょうね。あー。 多分稼げた、みたいな。稼げた情報とか儲かる情報を聞いて、なんか多分違う世界、こんな世界があるんだわーわーってなってるんだと思います。実際に僕もそうでしたから。最初セールスレターを見た時に、綺麗事しか書いてないんで、24時間、まあ僕の時はね、あのブログ全盛期っていうかブログしかなかったんで、あのブログアフリエイトで稼ぐっていう教材、情報商材を初めて買ったんですけど、セールスレターを見てる時に、なんだこれみたいな。 ワクワク、ドキドキ、すげえ、これで俺も人生変えられる、人生変えるぞつってね、初めて情報商材買ったんですけど、泣けなしのお金をね、払って高い3万ですよ。3万個大丈夫かなみたいなね。そう。まあ、そんなね、15年前、情報商材をね、買ってから、あれ、あれ。 あれこれこれ何の本だ僕の本ですね。はい。これね <laughs>。いや、15年後情報商材の本出してるとは思わなかったですね、僕ね <laughs>。ま、そこの、今にも、今の話はね、後書きで書いてあります。エピソードで。後書き。あ終わりに、後書きで460ページに。これね、あの、写真も載せてるんですけど、この2005年9月15日。はい。これをね、 あのー、情報商材を買いまして、2015年前ですよね。で、その時にお手紙が来ました。お手紙が。で、僕ずっとそれ持ってるんですよ。やばないですかどうすかねじゅノウハウコレクターの方で、その情報商材でずっとなんかその持ってるっていう。でもね、この手紙はずっと僕持ってるんですけど、この手紙はずっと持ってるけれども、あの、その情報商材の 内容は忘れました。<laughs> てか、その、その情報はどっか行っちゃいました。たぶあメール探せばどっかあると思うんですけど、メールに来てたんで。だけどこ、こ、うん、この手紙はあるんですよ。で、まあ、今回の動画なんですけど、やるべきことをやりましょうって話なんですけど、あの、億万長者合宿になる、億万長者っていうか、お金持ちになる上で、まあ、久保さんの事例を言うなら、久保さんほんとすごいなと思ったのが、当時、その、福屋、あの、 広島の公園の前の事務所か。あの時に、まあ、久保さんバリバリネットビジネスでね、商品売ったりとか、ガリガリやってたわけですよ。で、その時すごいなと思ったのが、365日、一人一人に会うっていうね。あんなんか、一人一人に会って、なおかつ会わなかった日がなかったって言ってましたけど、なんかお客さんがサラリーマンの人は、人で、その朝方しかダメって言えば朝方会って、直接会って。 で夜に会ったりとかだから本当にマージャン店やってたのにもうネットマージャン店全くもうそっちのけでもこっちっぽんみたいなねやってましたけどでもそれもね確かね塾で教えまずまず会う会えと言うようなことを教えてたはずなんですよでそれ久保さんやってたんですよ、まあ、そうですよねいきなりいきなりですよ いきなりそのメルマガ読者1万人とか集められるわけないですし、最初の段階ってアクセスが少ないわけですよ。じゃあ、ね、コピーライ,ライティングね、セールスレターを書いたことありません、ステップメールを書いたことありません、メルマガで商品売ったことありませんっていう人が経験ゼロなのに、いきなりメールだけで売れますか 考えてほしいんですけど、何の経験もない人が、いきなりメールだけで売れます。いきなりセールスレターだけで売れます。売れるわけないですよね。<laughs> なかなか、なかなか天才ですよね。経験ないのに100%で売るみたいなね。そう、経験いらねえじゃないかみたいなね。<laughs> だから最初は一番簡単な、一番簡単なのが、直接会って信、信頼関係を構築するっていうのが一番簡単なんですよ。だから、会う電話、会う電話、その後、えー、動画、その後メールなんですよ。 でもね、多くの人って一番難しいメールからやるんですよ。<laughs> これで売るのは至難の技ですからね。だけど、こっからやるんですよ。だから一番、だからほとんどの人がなんか一番め,めんどくさいなとか、一番難しいなと思ってることが一番簡単なんですよ。だから逆なんですけど、だから久保さんね、最初セミナーやりましょうっていうね。だから僕も最初セミナーやりたくなかったんですけど、セミナーの方が簡単なんで。 セミナーから始めましただから自分がやりたいとかね、やりたくないとか、嫌だなとか、めんどくさいなとか、恥ずかしいなとか関係なく、一番ビジネスとして簡単なことを当たり前のことをやったんですよ。でも僕としては難しいですよ。やったことないんで、緊張するし。でもビジネスとしては簡単なんですよ。ただからセミナー開催するじゃないですか。ねで、そこで話せばね、話せば、まあそこで信頼関係直接できるし、早くないですか でなおかつ、もう僕の場合はそのセミナー映像を常に売ってるんで、それやった瞬間商品出来上がりですよ。その日にセミナーやるじゃないですか。はい、商品出来上がり、カメラ回しとく。終了ですね <laughs>。で、あとは、あの、バックエンドの商品があるんだったらそこでバックエンドをね、売るっていう。で、そしたら何百万って売り上げもう上がる。終了じゃないですか。早くないですか。 早く稼ぎたたたいいだっっ当たり前のことをやるっていうそれ一番早い方法をとって、や,やりたくないとか、それどうのか,か関係ないっていう。だ久保さんはね、ほんとね、なんで早く億万長者になれたのか、一応稼げたのかっていう話なんですけど、それをね、やっただけなんですよ。セミナーもバリバリやってたし、セミナーでバックエンドバリバリ打ってたし、あの人に会ってたし、でもみんなやらないんですよね。それはもう早く無理ですよ。 はっきり言って、僕15年ネットビジネスやって、レターもね、1000個以上も書いてきただろうし、メールマガンも10万通ぐらい書いてますけど、ね、めちゃ難しいですよ。コピーライティングで人を動かすって、正直。15年やってきても、文章で、文章だけで人をね、動かすっていうのは、超絶大変なわけですよ。っていうか、それを知ってるわけですよね。だから僕動画にフォーカス。動画の方が簡単なんで、動画でめっちゃやってるんですけど。 で、ワンツー動画はもう簡単なんですよ。で、この前ね、80万の商品、ドリームアカデミーは売りましたけど、80万のね、商品売るのに5本ですよ。5本の動画をね、昨日 LINE アットに登録しましたみたいなね。5本の動画。何分だ ?1 本、まあ、10分あたりですかね。1時間ですよ。うん。 一時間、約一時間くらいの労働。労働、まあ、労働でもいいと思う。何でもいいんですけど、一時間で80万ですよ。こう、ステップメール一時間で8通とかね、めっちゃすごい書けます。で、そのステップメールの中に、ね、申し訳ないですけど、無料レ僕がやってたのは無料レポートとかね、無料レポートもぶワー書いてあるわけですよ。ステップメールの中にプレゼントとかも入れてるわけですよ。 で昔動画なかった時代は、無料レポート、レポートとかで価値提供するしかなかったんで、動画ないんで。1時間で書けないですよ、そんなの。<laughs> 1時間で80万上があるステップメール書けないっすね。書けない。書けないですね。で、プレゼントも用意しろ、1時間で。無理っすね。<laughs> めっちゃ大変ですよ。だけどね、なんかみんなそっからやるっていうね。 いや、売れないからっていう。売れない、売れない <laughs>。そんなんで売れたら、経験いらないでしょ。経験者は語るですけど、経験必要じゃなくなっちゃうじゃないですか、そんな <laughs>。うん。だからね、やるべきことをやるってことです。ただこれだけです。じゃあ、一番早く稼げるのは何かっていうと、お金を稼ぐんじゃなくて、お金を稼ぐ前に信用を稼がないといけないんですよ。だってし、 誰が考えてもわかることなんですけど、信用して、いや、信用していない A さん、信用、あこの人だったら信用している B さん、どっちから買いますかこれ、小学生でもわかる問いかもしれないですけど、どっちから買いますまだ会ったことも、なんか、なんか見たこともあって聞いたこと、なんかよくわかんない人から買うのかあ、この人はワンツー動画くれるし、本当に、 なんか、すごく、なんか、僕のためにやってくれてるなと思う人に、商品買うのか、どっちから買いますかな、明らかですよね。うん。じゃあ、どうやったら商品売れるのかって話で、信用をまず稼がないといけないですよ。お金を稼ぐ前のフレーズとしては、信用を稼ぐ、顧客を獲得するってことですね。わかります。顧客を獲得して、顧客、 顧客を獲得するっていうか、見込み客、見込み客、見込み客を集客して、見込み客と信頼関係を信用を稼いで、で、えー、顧客に変えていくっていう。何かしら商品を買っていただいて、顧客に変えていくってことですね。これをやらない限り、まあ、億万長者になれないですよ。うん。じゃあ、アフリエイトで億万長者になるのは結構きついんですよ。うん。ださすがに、あの、アフリエイトで月収1000万稼ぐとか、ちょっと難しいですね。 ただ、あのー、コンテンツビジネスとかだったら、ネックボさんもね、過去に1億円の売り上げとか1ヶ月でね、経験していますけど、あのー、上限がないですよ、ね。上限、まあアフリエイトも上限がないですよ。アフリエイトも上限がないですけど、単価が決められないです、アフリエイトって。だって広告主が単価決めてるんで,で。自分のコンテンツ販売だと自分がいくらでも単価決められるんで、なんかそれで、 あの早く行きやすいですよね。例えば月1000万稼ぐんだったらね、50万の商品を20人に売ればもう1000万なんですよ。でも、アフリエイトだと50万円の単価のものって多分あんまないんじゃないかな。なくないですかどうですか ?100 万円の単価のものってありますアフリエイト商品で。多分ないですよね。あんまり、うん。だから自分で自由自在に単価を決められるコンテンツ販売をマスターした方が、 あの、よりスピードを速く、えー、億万長者になりやすいですよね。うん。まあ、いろいろと述べましたけど、やることをやれということでございますね。いってらっしゃい。